フラ・ンジェリコ、コルトーナ三連祭壇画21、218-240センチメートル、四教区美術館、コルトーナ、ペルージャ祭壇画は、イタリア初期ルネサンスの画家フラ・ンジェリコによる盤上のテンペラ画である。イタリアのペルージャにある、ウンブリア国立絵画館に所蔵されている。絵画は、ペルージャのサンドメニコ大聖堂にある、聖ニコラウス礼拝堂のために制作された。 19世紀初頭、祭壇画は分割されて、分散し、プレデンラの板への難点化は、バチカン美術館に購入された。ペルージャでは、これら板への複製が製作され、ネオゴシック様式の額縁に収められた。この多翼祭壇画は、また、いくつかの小さな側面柱に、聖人の描写があり、頂上部には時代告知の天使と聖母の描かれている2点の、トンドがある。 フランジェリコによる聖ドミニコを描いた側面パネル作品には完全にフランジェリコの手になる幼子イエス及び天使と共に即位している聖母を描いた大きな中央画面が含まれている。そして聖人の姿が描かれている二つのアーチ型を持つ側面パネルも含まれている。左側にはフランジェリコに帰属される聖ドミニコと聖ニコラスがおり、右側には 先霊者ヨハネとアレクサンドリアの聖カタリナがいるが、主に工房による制作であるとみなされている。中央の聖母は、マエスタの描写であり、幾何学的な遠近法を使用して描かれた大きな玉座に腰掛けている。聖母の前には、三本の白と赤のバラを収めた花瓶のある階段がある。遺体は、特に聖母、玉座状のアーチ、天使の配置において、 同じフランジェリコによるコルトーナ三連祭壇画に似ている。敷石による床は大遺跡で装飾されており、殉教者聖ペテロ三連祭壇画などの初期の作品で、このような床はフランジェリコによってすでに使用されている。聖人たちの姿は後のリナヨーリ祭壇画ほど荘厳なものではない。聖人たちの背後には、 金で装飾された、西木織の飾り布で覆われたテーブルがあり、その上に聖ニコラウスのミトラが置かれている。プレゼンラの遺体は聖ニコラウスの生涯からの場面を描いている。ありがとうございます。